こんにちは。風呂屋敷見るのミル風呂。パーソナリティは風呂屋敷見るでお送りいたします。今回紹介させていただくのは、チルアウトです。以前ネットで見て気になっていたのですが、いつの間にか、 コカ・コーラの自販機で見かけるようになったので、思い切ってネタにしてみましたよ。ちなみに、缶のデザインはこちら。裏側はこんな感じです。で、商品の説明ですが、ストレス社会にチルでクリエイティブなライフスタイルを、あらゆる場でエナジーを必要とする昨今、 それ以上に必要としているのはリラクゼーションではないのか。現代人に必要な安らぎとパフォーマンスをサポートする。と、ありました。ギャガやテアニン、ホップやヘンプシードの抽出物といったリラクゼーション成分が入っていたり、ヒトラスやハーブ、フルーツ系の香りといった AI が導き出したクールダウンフレーバーを使っていたり、 人工甘味料や保存料、着色料を使ってないなど、ヘルシーなライフスタイルを送る自然派志向の方におすすめみたいですよ。方向性はエナジードリンクと逆みたいですし、不健康な要素も省かれてますが、いろんな成分をドリンクで摂取するところは同じっぽいような、未来感あるフラットなパッケージもあって、 どんな味と効果なのか興味出てきますね。そんなわけでプロデューサーに飲ませてみましたけど、柑橘系やぶどうと思われるフルーティーな甘さがあって美味しいですよ。エナドリからケミカルっぽさを抜いたような甘さの中に、何の成分かわかりませんが不思議な軽さも感じますし、 炭酸の強さも程よいので、リラックスタイムに飲むのに良いかもしれませんね。と、言ってました。1本200円と、エナジードリンク並みのお値段ですが、自販機以外では、東京の一部のコンビニや、ドンキなどで売ってるそうですし、アマゾンでは、カロリーと糖質ゼロのも売ってるみたいですので、 リラックスしたい方は、試しに買ってみてはいかがでしょうか。それでは、今回はこのあたりで。不定期更新な次回をお楽しみに。収益化を目指してますので、チャンネル登録もよろしくお願いしますね。